いらっしゃいませ。ソレイユへようこそ。本日は店内でお召し上がりですか？お持ち帰りでしょうか？こちらがメニューになりますのでどうぞ。ウェルカムティーのサービス始めましたのでどうぞ。本日はダージリンのファーストになります。ファーストが気に入ったならセカンドもおすすめよ。ダージリンの本当の味がわかるならセカンドがいいわ。期間限定のフルーツショートケーキとも相性抜群ですよ。チーズケーキやチョコレートケーキ、味の濃いケーキもバッチリです。おい夏、配達用の箱をバックヤードから出してきてくれ。その後でエラを5箱、エムを10箱組んどいてくれるか？任せといて、50でも100でも組んじゃうよ。保冷剤も用意しとくから、細かい作業はお姉ちゃんお願いね。あ、あずき、さっきネット注文があったから追加お願い。伝票はプリントアウトして置いておくわね。誕生日用のケーキのご注文ですね。こちらのメニューの中からお選びくださいませ。お祝い用のネームプレートのサービスはいかがですか？こちらに名前とメッセージをいただければ無料でお付けいたします。お姉ちゃん、プレゼント用のリボン掛けお願いします。リボンはピンクのストライプで、ここに置いとくね。ああ、すぐやっとくわ。ナッツはお客の対応頼むぞ。私はサンデーの準備してくから、何かあったら呼んでくれ。はい、ソレイユです。ご注文のご連絡でしょうか？パーティー用のご注文ですね。ケーキはお決まりですか？ブラックロードを強いられることになるとは、正直猫の手でも借りたい。でもでも、ご主人様がウハウハになったら私たちもウハウハだからね。松坂ゴロ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 。ですよ、冗談。ショコラたちはご主人様が可愛がってくれれば満足ですから。ゴロゴロ。恋猫は心も体ももてあそばれる運命。都合のいい猫になってしまうのは仕方ない。チョコレートフルーツサンデーの仕上げ確認頼むわ。歌唱の真似してるだけなんだから物覚えもなにゃ。てめえで考えてやってるわけじゃねえし。まあ給料分くらいは役に立ってんなら何よりだけどな。お姉ちゃんは褒めてもらえるの嬉しくて毎回にゃん。 おいナッツ、おめえ適当なこと言うなよ。確認は仕事の基本なだけだし、客に下手なもん出すわけにいかねえだけだし。いいじゃんいいじゃん、照れないの。僕たちは恋猫なんだから、好きな人に褒めてもらいたいのは普通でしょ。別に褒めてもらいたいからやってるわけじゃ、まあちょっとはあるけどよ。で、
でも別にそれが主目的ってわけじゃ。僕も頑張ってるって褒めてほしいな。お兄ちゃんに褒めてもらうとやる気出るな。出まくっちゃうな。やる気はいいけど無理してミスんなよ。お姉ちゃんがいるから大丈夫。よし頑張るぞ。じゃあサンデー客に出してくったら何かあったら呼んでくれ。はーい。はあ、ああやってイチャつくのほんとやめてほしいわ。仕事中っていうの分かってんのかしらね。どいつもこいつも。まあまあついた惚れたわ。姉ちゃんだって恋を知ったらああなっちゃうかもよ。ないわないない。なるわけないでしょ。このあたしがあんなふぬけになるくらいなら恋人なんていらないし。姉ちゃんはほんとクールな猫だね。でもだよ、そんな姉ちゃんがデレデレになるのがいいっていうか、デレるどころかトロトロのくちゃくちゃになって、わかってる？近寄らないでくれない？シナモンの万年発情期にも困ったものですね。個性とはいえアーモを潤われてるとちょっと迷惑というか。ゴロ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 。でもショコラとバニラの成長は言うまでもないですが、小豆とココナッツも兄様のおかげで成長しましたね。シナモンももう少し大人になればいろいろと落ち着いてくれるでしょう。え、そんなものです。メイプルもツンツンしてまだまだ子供ですしね。あ、そうだ、いっそのことシナモンもメイプルも兄様の恋猫にされては。小豆もココナッツも兄様に大人の階段登らせていただきましたし、シナモンもメイプルも兄様の寵愛を受けたら成長するのでは。兄様には何かそういうフェロモンとか成分が出てるのですわ。これはもうとりあえずシナモンとメイプルに既成事実を作っていただいて、私の猫によるしぐれ包囲網で兄様をがっちりお守りするしかないですね。毎日猫6匹による情愛レポートがひっきりなしに届く日々、素
晴らしい、素晴らしいの一言ですわ。採用、ぜひその方向で採用いたしましょう。兄様、今のはちょっと口が滑りましたね、いろいろと。でもいいのです、兄様は気にされないでいいのですよ。兄様は常に太陽として私たちを照らしていてくださいませ。向かってそんな言い方ないでしょ。にゃはは、あずきちゃん口悪い、ちっちゃい。なんかすっげえ煽られてんだけど、猫パンチを見舞いしていい事案だろこれ、社会勉強として。ダメだってば、こらえてこらえてよお姉ちゃん。お店が一発で潰れる事案になるよ、こらえてお姉ちゃん。あー、シナモンちゃんとメープルちゃんだ。あっちにシナモンちゃんとメープルちゃんもいる。うわー、メープルちゃんかっこいい、超綺麗。なかなか見る目あるじゃないこの子。紅茶ちょっといいリーフ出してあげてもいいわね。シナモンちゃん、あれやって、あれ。シナモンちゃんが潤っちゃうやつ。そんな今すぐ潤えって言われて潤えるものじゃないっていうか、小さな子の目の前でやるようなことじゃないっていうか、できないの？いつも動画でやってるのに、私の前じゃできないの？できるよ。できるからそんな泣きそうな顔しないで、ね。見ててね。それじゃあ、シナモン、うるおっちゃう。すみません、ちょっと目を離した隙にこの子が先にお店に入っちゃって。おお、お母さん、この子のお母さんですにゃ。はい、この子がいつもブログでソレイユの皆様を拝見していて大ファンで。
どうしても連れてってほしいって言うから、今日は大阪から横浜まで来たんです。大阪から来てくれたの？ショコラたちのためにわざわざありがとう。ところで大阪ってどこ？さすが愛すべきショコラ、その適当なノリは嫌いじゃない。おー、いらっしゃいいらっしゃい。あんたがこのバカ娘の母親か。とりあえず娘の代わりに一発猫パンチを。とにかくすごく遠くから来てくれたってことだよね。みんなの名前まで覚えててくれてありがとう。それなら体張った甲斐がありました。そこまで無理するなら普段からやらなきゃいいのに。久しぶりに死にたい意味で恥ずかしいって思えたよ。まあよく頑張ったわね。いつもブログで見てたから。通販でケーキ食べたこともあるよ。カショウさんのケーキすっごくすっごく美味しかった。はい、ありがとうございます。ご主人様、さっきの女の子とお母さんからオーダーです。決められないからご主人様のおすすめくださいとのことでした。オーダーって言わない気がするけど、よろしく。わかったわ。ちょっとサービスしてもいいのよね？了解、任せといて。兄様、手伝えることはありますか？ブログですか？はい、きっとあの子も喜ぶことと思います。せっかくですから猫たちと撮った写真を使ってもいいか伺ってきますね。ごちそうさまでした。また来るからね。え、また来てね、約束。その時は私の作ったケーキをご馳走しちゃう。うん、約束、絶対にまた来るから。いろいろと本当にありがとうございました。いつも拝見してるブログにも載せていただいてしまって。いえいえ、それは兄様の古墳、店長のお礼の気持ちですから、これからもご贔屓にお願いいたします。はい、娘も本当に喜んでいますので、ぜひまたお伺いさせてください。遠くから訪ねてくれるなんて嬉しいですね。兄様、
計なことをしてるのかなと思ったこともありました。兄様は美味しいケーキを届けたくてされているだけなのに、私が宣伝をしたせいで猫の働くパティスリーとして有名になってしまって、それは兄様の目指していたものとは違うのでは、と。でも兄様の笑顔を見て、足を運んでくださるお客様の笑顔を見て、私がしたことも間違いではなかったのかな、とそう思いました。しっかりとついてきなさい。